太田大田泰造は、日本の検察官、司法官僚、弁護士である、東京出身、東京帝国大学卒業、東京地方裁判所検事、司法省刑事局第六課長、司法省会計課長、甲府地方裁判所検事生、満州国司法部刑事市長を歴任し、1944年、大審院検事となった。この間、1941年の、 治安維持法改正に関わり、予防抗菌制を立案。国防法案法立法化も手掛けた。また、ゾルゲ事件捜査に関わった。戦後公職追放され、弁護士を開業した。塩の末彦を頂点とする思想検事の主流、塩の罰において、佐藤幸寿岸本義弘、佐野茂劇と共に、塩の罰四天皇の一人に数えられたと言われる。 戦後の逆コースの中で、1951年秋に、辻のりを、小島源の、松下喜太郎、柏木サ三田村武雄らが、近代的な反響運動を起こすため創設した、日本青少年全同協会の世話人として、有馬頼康、安、丸山鶴吉、吉田茂、後藤龍之介、安倍元気、鹿内信鷹と共に迎えられた。 1952年7月、法律雑誌、ジュリストに治安維持法に関する論文を発表。日本共産党スパイサモン事件について言及し、被害者、大泉金蔵夫、小畑達夫は警視庁のスパイであった。起訴された後余震において、大泉は自分が警視庁のスパイであることを自白したが、検察側は、 このようなスパイ政策を容認していなかったので、これに対して断固たる態度で臨んだ。大畑は撲殺された党と述べた。1972年、太田大田泰造追走録が同刊公開によって出版された。ありがとうございます。